小物やお人形の服など小さいものをほつれにくくするほつれ止め液は寒くなると塗りにくくなります。そんな時はお湯を沸かしてボトルごと温めてください。携帯回路を使っている時ならそれでくるんでください。あまり温めすぎるとサラサラになって液が出すぎます。時々ボトルを振って有さを確認しながら温めて使ってください。温めるだけでサラサラな液になります。実はボトルの裏側に書いてあるんですが、皆さん気づいてないんですよね。コツを覚えると便利な道具なので、ぜひ活用してくださいね。この動画の内容は覚えなくていいんです。見てもわからないというのは、理解する能力がないからではなく、頭で想像するための材料、情報が足りないだけなんです。だからその情報を増やすためには、覚えるのではなく、実際に作業をしながら動画を一時停止して、同じように真似をしてみてください。手を動かすのが先です。情報が揃えば、理解は後からついてきますよ。もっと洋裁のことを知りたい、いろいろ作りたいという方は、洋裁工房をフォローしてね。